宝塚記念、2週前追い切りより大きい大阪杯7着馬ソウルオリエンス、オス4、手塚、が体調を上げてきた。島田騎手を背に、3頭合わせで滑らかな加速を披露。アルドール、3歳1勝クラス、グランアトミカ、3歳未勝利、相手に追走併入。直線入り口時点で4馬進ほどあった差を軽々と埋めた。 6波論83秒9の11秒0。手塚氏は、動きはいい。この中間はブリンカーをつけずに調整。この馬の特性を活かした競馬をしたい。と、さつき賞を制した追い込みへとスタイルを戻す案を明かした。